ウサギ科は、哺乳高ト計目に属するとが、アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸など最小種は、ピグミーウサギで、東道長25から29センチメートル、体重0.3キログラム。次回は長くて、稼働することができる。目は大型で、夜間及び、白明白母時の活動に適している。多くの種で、詩�は、死列は、 門氏が上あご4本、科学2本、小級氏が上あご6本、科学4本、大級氏が上下6本ずつと、計28本の種が多い。アマミの黒ギはしばしば上顎第3、大級氏を書く。上顎第3、第4小級氏は大級氏と同型。前氏よりも講師が長く、走行に適している。足裏は体毛で覆われ。 走行時に地面を捉えたり衝撃を和らげる働きをする。前肢の指は5本、後肢の後は4本。ウサギ科の基地の最も古い種は指針を末期に遡り、この時期にすでに来たアメリカとアジアに分布していた。4800万年前の中国、5300万年前のインドで発見された未命名の化石種は原始的ではあるが、 ウサギ科のかかとの特徴を備えていた。ウサギ科の構成種は全身魚から中心魚初期にかけて北アメリカ大陸で進化したと考えられている。例えば、パレオラグスの後足は現在のウサギ科と比べて短かったが、他はウサギの特徴を多く備えていた。1929年に科学第三級種のエナメル質の形状から、ウサギアカ、昔ウサギアカ、 旧ウサギ赤の3赤に分類する説が提唱された。1930年から1940代には、さえが小さいとして、旧ウサギ赤を、昔ウサギ赤に含めに赤とする説もあった。1958年に、ウスバと大旧自全体の形状も比較し、ウサギ赤、昔ウサギ赤、旧ウサギ赤の3赤が再定義され、現生種は、全種が、ウサギ赤に含まれる。 アマミノクロウサギ族、カウサギ族、メキシコウサギ族を昔ウサギ赤として紹介する文献もあったが、これは1929年の分類を論拠としており1960年代以降の欧米で主流になっていた分類ではない。中心魚から現世まで。唯一の現世赤。現世種の分類、英名はホフマンスミスに従う。中心魚から更新魚まで。 死神魚から中心魚まで。最初の赤で川系統。草原、砂漠、森林、湿原などの様々な環境に生息する。ノウサギ属を除いた種では地中に穴を掘って生活する。植生は植物食で、草本、木の葉、樹皮、根、種子なども食べるが、昆虫を食べることもある。繁殖様式は耐性。妊娠期間は多くの族で、 約30日で、妊娠期間が長い傾向にある、ノウサギ族でも約40日。ノウサギ族の幼獣は出産直後から体毛で覆われ、目も開いているが、他族の幼獣は出産直後は体毛で覆われ、例として、アナウサギでは、生後十日で開眼する。英語圏では、家内の構成種は、ノウサギ族を除いたアナウサギ類と、ノウサギ族のみで、ノウサギ類に分けられる。 一方で形態から、アナウサギ類とされる種でも、アラゲウサギのようにエメーがヘアとされる種もいる。アナウサギは家畜化され、カイウサギになった。現在では、人気小型種のネザーランドドワーフなど、数多くの愛玩用、観賞用品種が作り出されている。農作物や、苗木などを食害する、害獣とみなされることもある。アナウサギやヤブのウサギは、 オーストラリアやニュージーランドなどに移入され、在来の植生や農地を食害し問題になっている。ありがとうございます。